立浪監督、ビシエドマス賞について被るポジションが増えているとは一体どのようなことなのだろうか。中日の立浪和義監督が9日、この日大安、ビシエド内野手の出場選手登録を抹消したことについて、ビシエドのホームランで勝った試合もありましたけど、どうしてもファースト、サードと人が着るポジションが増えている。今日は投手を上げなければならないというところでファームに行ってもらいましたと説明した。まあね、この判断は仕方ない部分もあるんでしょうけど、中田選手よりはビシ兄ちゃんの方がまだ期待持てるとは思うんですけどね。まあ中から見るのと外からやいの言うのとは違うってこともあるでしょうかね。来週からは DH 使えるんですけどね。まあ兄ちゃんよりいってる選手をあげるってことなんでしょう。それが打てなかったら相当な批判を受けるってのも覚悟の上で。でしょうね。兄ちゃんには腐らず最後まで抗って頑張ってほしいです。こんな使われ方してたらテルモンも打てなくなるでしょうけどね。来年はビシ兄ちゃん見られないのかな。そうなると本格的にトレードって話が現実味が帯びてくるな。と、もちろん相手があることだし、ビシエドには相手活躍してほしいけど、EH がある交流戦期間のど真ん中にこのように登録抹消となると、これは相手次第で良い話があればトレードってのも現実味が帯びてくるなと思います。他の監督ならしないしできないことでも、立浪監督は表田やマスターをトレードしましたから、聖域なき構造改革といいますか、例えば今なら星とか、ビシエドの年俸の負担具合とか、条件が揃えばあり得るかな、と、個人的には思います。勝てば官軍、負ければ俗軍、最終的な結果で判断されるでしょう。ファンとしてはいろいろと思うこともありますが、見守って応援したいとと思う。個人的にはビシエド好きだから結果出してほしいな。今日は勝ちまして。バンテリンドーム6連戦は2カード連続負け越して、3立て免れたが、万全でない中田を2軍へ調整させるべきだと思うよ。カリステレフト、デカ、ソン TH など回せる方法あるのに、チャンスで打てなかったのはほどけるけど、もう少し我慢できないですか。石川、石橋、三好を2軍に落として、自分の獲得した選手やお気に入りの選手はそんなに、重要なのか、全体的にもう少し考えよう。マグレー、ソロムランは打ったものの、ランナーのいる場面では結局ゲッツーマシンに逆戻りだったからね。おまけに一塁までの全力疾走も怠るからチームに悪影響が出る。ビシエド使い使いとうるさい信者の心の支えだった。打率も209では話にならない。契約も今年で切れる一塁線の35歳をこれ以上使ってもチームに明るい未来はない。それならカリステータヤまでしのぎつつ、中田の復調待ちか、石川の覚醒昇格待ちするのが現実的だよな。2軍に行かせるならビシエド選手よりも中田選手じゃないかな。戦力的にというよりも怪我をして本調子じゃないんだから調整で行かせるのが普通じゃない。守備力を見るならビシエド選手をファーストに使って DH で他の選手を使った方がいいだろうし、それならあなたお気に入りの3億の選手の方が万全ではないので、抹消して怪我の具合を見ながら再調整させた方がいいと思います。ビシエド選手はドラゴンズに恩恵愛着を持ってくれてるからいいかもしれないけど、こんな使われ方されるなら環境変えた方が生きるかもしれませんね。批判ばかりしてもいけないので、いる選手には頑張ってほしい。これ絶対今日2軍で結果出した周平か中地が来週上がってくるやつじゃん。彼らたまたま今日打っただけで2人とも2軍で2割前半の打率なんですけどね。これでもし福永の出場機会が減らされたりサードから動かされたりしたら発表ものだけど、いくら立浪でもさすがにそれはしないよな。ビシエドの今季の得点圏打率は154で、昨年は205です。その前の年までは300前後だったので、データ的にもチャンスに弱くなったと実感できる。確実に選手としてのピークが過ぎたと思われる。石川昂弥は3球団強豪ドラ1で地元枠でもあるので、FA のことも考えると1軍で使わないなら2軍は妥当だが、ビシエドと石川昇、渡郎揃って2軍というのは予想外。てっきりビシエドの状態が良いという判断で石川昂弥を抹消したのかと思った。高橋周平をようやく上げるんでしょうけど、サード福永も根調子上がってきたので高橋周平は DH かな。でも守備も福永より高橋周平の方が硬いので、福永はファースト、カリステはレフト、 DH はディカーソンですね。 SB 戦で先制ホームランを打ったが、次の日チャンスでゲッツー三振したのでまた頭に来たのだろう。4、5日から DH 使えるのにポジションがこむるとか見苦しい言い訳、意味不明な入れ替えするなよ。まあ北海道千葉が見物だな。6連敗の可能性大いにあり、6連敗で借金中、そうなったら責任取るべきだ。ソフバン戦でのホームラン時の立浪の笑顔はビシエドの入団時からチームへの貢献の感謝の気持ちだったぽいわ。もう1軍でビシエドを見ることはないのかも。ないと信じたいけど、移籍でも驚くことない。とにかく驚く試合ですね。ベストは2勝4敗ですけど、最悪6連敗の可能性が高そう。
日ハムには6連敗中だからね。万が一4勝2敗なら今年の最下位からの脱出の期待大ですね。大好きな中田のためにビシエドを落としたんやろ。今日のスタメンだって岡林、ピッチャー以外立浪が監督になった時に獲得した選手ばかりやんか。新しい人好きすぎて2軍の試合見ていた方がええ。普通ならまともに試合に出ることができない中田を抹消なんだろうけど、立浪監督としては自分が気に食わないビシエドを2軍に落として気分すっきりとしたいんでしょうね。こうむるポジションってカリスで、山本、板山はユーティリティだから特にこうむっているわけじゃない。中田も今日は出てない。石川も中島も抹消中。どこがこうむっているのよ。打ててないけど村松も岡林は使うのは。2軍を見てる。ユーソラ、後藤、ブライト、周平、石川など活躍しているけど、自分が好きな人ばっか使うんじゃなくて、ちゃんと成績とか調子を見て使わんから、打てない人ばっかでコロコロスタメンを変えたってそりゃ打てんよ。要はビシエドは使わないということだろうね。 EH が使えるビジターの前に落としてるんだから。中田を取ったはいいけどビシエドに続いて契約に縛られるパターンか。石川高谷を落とすなよ、代打でなくスタメンで起用したいとの理由みたいだが、だったらそのまま上に残してスタメンで起用しろよ。今季も結局弱い状況を打破できてないんだから、若い選手たちにかけるって方にシフトするべきなんじゃないのかな。松葉が投げ抹消で、来週から周平が1軍登録でしょう。周平スタメンなら福永の DH もありえるし、中田、ディカーソンと DH 候補は谷もいるので、ビシエド以外に落とす候補もいなかったのでしょう。これは仕方ない。松葉が投げ抹消で、来週から周平が1軍登録でしょう。周平スタメンなら福永の DH もありえるし、中田、ディカーソンと DH 候補は谷もいるので、ビシエド以外に落とす候補もいなかったのでしょう。これは仕方ない。来週全部 DH なのは勝ってて、ビシエド下げたってことはファーストやサードが切るっていう立浪の言い分は全く通じないですね。要はもうビシエドはいらないと言ってるようなもの。ホームルンだったらなんで板山とかを取ったわけ。本当に立浪は采配にセンスないし、選手の起用法やスタメンの組み方も知らないやつが監督をやるからあかんのだよ。ホームルンだったら板山や石川とかをトレードに出せばよいやんか。結果が出せないからファーム以外の理由なんてない。板山は今日の働きでつながった。個人的には調子良さげな鵜飼を上げてほしい。火曜日からの6連戦は指名打者が使えるのに、もう今シーズンの見切りをつけたの。チーム全体が打てないのにわざわざ打つことは期待していない選手を残して、ビシエド選手を抹消。また立浪監督の名采配ですね。ナイス判断。背番号66が抹消された当日に勝利できたことが全てを物語っている。ついでに甘やかし続けて、早9年の背番号66信者ファンもバンテリンから登録抹消で、あの宗教寺にた声援と高野がアイアフライ打っただけで大歓声あげてるの、現地で聞くと失笑しかしないんだが、基本立浪は生え抜き選手が邪魔でしょうがないのでしょう。だから中堅ベテランを冷や飯を食わしている。立浪の現役時代の夜の遊びをよく知っているから嫌なんだろう。監督が史上優先の采配が許されるのだろうか。選手はみんな平等に見ないと選手はかわいそうだ。好き嫌いとエコ引きの起用はもう浮き飽きした。やっぱり好き嫌いなんだね。ファンの誰もが先に中田を落とすべきと思ってる。それに石川を落としてビシエドも落とすとは、ファーストと DH 誰にするんでしょうね。立浪監督の指導で打撃がめちゃくちゃになってまったドラゴンズ愛の強い僕らの探偵、自分自身の指導力のなさを真摯に受け止め反省するべきなのに、邪険に扱い一軍登録を抹消するとは。デラムカツクがね。ポジションはこうむっていませんが、監督立浪もご自身で抹消してください。指名打者というポジションが空いてますよ。高谷は10日日間経過してなから登録できませんよ。中田は身体も調子も悪いですよ。あ、指名打者は中島ですね。あなたを登録抹消すべきです。